次の新作はバナナやって、5月29日から新作始まるからみんなで予習しよう。注目はこのバナナブリュレフラペチーノ。サイズはトールサイズのみで、フラペチーノやからホットはなし。店内価格は690円で、持ち帰りは678円。あの有名なドールの農園で、規格外として廃棄されるはずの、もったいないバナナを約300万本活用して、このフラペチーノとバナナのフードができたらしい。新作フードは、バナナの米粉ロールケーキ、バナナの米粉マフィン、ブルーベリーベーグルサンド、キノコのキーマカレーホットトルティーヤ、ひよこ豆チップス、ハリッサ味の全部で5種類登場。大バズりしたトルティーヤが今回も登場。ハリッサは辛口の調味料のことやから、多分病みつきになる感じやろな。コーヒー豆はルワンダ、カティカティの2種類が登場。昔働いてた時にカティカティにバニラシロップ入れたらカスタードの味わいになるって聞いたことあるわ。グッズは全部で21種類登場。今回はイラストレーターの関根翔吾さんとコラボしたグッズで、カラフルでポジティブになれるデザインが特徴になってるみたい。販売期間は5月29日から7月9日までやけど、在庫状況でも変わるから早めに飲みに行きや。今回はどんなカスタムしようかな。